JR 岐阜駅から歩いておよそ10分、楕円形の窓が特徴的なお店が見えてきました。近づくと香ばしい香りが漂ってきます。こちらはコーヒー屋サム。18年前にコーヒー豆の専門店として開店、そして8年前にカフェスペースを併設した店に改装しました。美味しいコーヒー飲みたいときは必ずここへ。香りも良くて、コクがあって、こんなとても美味しいと思って。やっぱりここのコーヒーが一番美味しいです。そんな美味しいコーヒーを入れるのがマスターの青山智則さん、岐阜市出身の44歳です。店の入り口には青山さんが世界中から厳選した十数種類の豆が並びます。オリジナルブレンドが3種類あるんですけども、そのブレンドを作るための、仕入れというか品揃えになってます。仕入れは主に商社から買う感じにはなるんですけれども、まずやっぱ飲むことですね。まず飲んでみて、あ、このブレンド作りにこう必要なのかそうでないかっていうのはこう一つ一つこう味わって、そこだけはちょっと妥協せずに一番神経使うとこですね、仕入れは。カフェスペースで出すコーヒーはその日のおすすめの1種類だけ。その味を基準にお客から好みを聞いて豆を進めます。一生懸命だからね、すごい、で分かるもんね、こう長年付き合ってるからね。ただ商売でやってるだけじゃなくてさ、やっぱりコーヒーが絶対好きなんだよね、根っからねそういうところに惚れておりますけどね、はい。そしてこだわりはもちろん豆の焙煎にも。味の安定性が第一なので、1年を通じて安定した同じ味を再現するために、やっぱりコーヒー豆の釜出しの瞬間というのは一番緊張する一瞬ですね。機械はプロバットっていうドイツの機械なんですけれども、実際に現地まで行って試しにこうコーヒー豆を焼いて、それで最終的には決断しました。焼き上がりが全然違うんですよね。自分でこの味を再現したいっていう時に、やっぱりそれにどれだけ近づくことができるかって考えると、使える機会っていうのも限られてくると思うんで、そこはやっぱり妥協せずにどういう味を再現したいのかっていうことを考えて機械選びはしました。こだわりが止まらない青山さん、肝心のコーヒーの入れ方にもさぞかしこだわりがあるのでは。入れ方についてはもう本当に逆にこだわらないことにこだわっていこうと思ってまして、どこにでも手に入るもので入れると。お店で飲んだらそこで完結してしまうので、わざわざそんな面倒くさいことを家ではしないっていうことになってしまうので、家庭にお持ち帰りしていただいて、その美味しくいただいてもらうと。やはり飲んでもらわないことには始まらないと思うので、いかにやっぱりこう簡単にこう家庭でも入れられますよっていうことを大前提として考えてます。徹底したこだわりでお客の心をつかんできた青山さん、その成功への分岐点はコーヒー屋サムを開店する以前にありました。ターニングポイント。神戸のコーヒー屋さんに勤めてた時にですね、そのコーヒーの勉強、修行というか勉強するためも少しはあったんですけども、その中で阪神淡路に被災した時に地元の方とそのお店との関わり合いというか、その関係に気づかされたっていうのがやっぱりこだわりの原点だと思います。不自由な生活をこう強いられている時の一杯のこうコーヒーっていうのは、たかが一杯のコーヒーですけども、自分自身を見つめながらこれからどうしていこうかっていうことを考えるきっかけとなる瞬間だということを、こう目の前でこういろんな方がそう思われているっていう姿を見て感じて、自分の中でもこう真剣に取り組んでいかなきゃいけないもんだなっていうのを改めて感じたことでした。地域の皆さんがあってこそのお店である、
お店があっての、 あの地域の方ではないっていうのが非常に強く感じまして、何で愛されるかっていうのは難しいところだと思うんですけども、まあ、地域で必要とされるお店っていうのは必ず必要なんではないかと。コーヒー屋サムから歩いておよそ3分、商店街の入り口に今年4月にオープンしたプチサムという店があります。のれんをくぐると青山さんの姿がありました。売っていたのはこだわりのコーヒーを使ったモカソフトクリーム。コーヒーって飲まれる世代っていうのは借り上げられると思うんですけど、やっぱりソフトクリームになるとやっぱりちっちゃい子からご年配の方まで幅広い年代層にこう親しんでいただける、ここでソフトクリーム、まあ、モカソフトクリーム食べた人がある程度年齢を重ねて、あ、そういえばこうサムっていうコーヒーも作ってたよねっていうことで、いずれコーヒー飲んでいただけたら先につながっていくことだと思うので。そして青山さんはこんな将来を思い描いています。地域一番店っていうのを目指してますので、売上一番店ではなく、やはりいかに愛されるかということを考えて、やっぱりそのためにこう日々努力しかないと思います。大手チェーン店による出店や安価な引き立てコーヒーのコンビニエンスストアでの販売によって、町の喫茶店の多くは経営が厳しい状況となっています。自家焙煎によるこだわりのコーヒー豆の提供や居心地の良い空間の提供など、選ばれる店としての特徴を明確に打ち出していかなくてはならないのです。ご覧いただいた青山さんは、味へのこだわりを大切に、地元の人々から愛される店づくりを目指し、誰もが気軽に楽しめる店として中心市街地に定着しています。自ら培った深い見識のもと、気軽に本格的なコーヒーを味わってほしいと願い、人々との交流を大切にしたことが成功への分岐点になったと言えるでしょう。